じめまして、須磨寺副住職の小池陽仁と申します。須磨寺では毎月20日21日がお大師様の縁日です。私も両日ともここ須磨寺奥の院で11時半よりお勤めとお話を行っております。最近特に若い世代の方々が仏教に触れる機会が少ないと聞いております。また足が悪くなかなかお寺までお参りに来れないという方も多いのではないかと思っております。拙い話が多いとは思いますけれども、この動画を通じてそのような方々が仏教に触れる機会となれば幸いでございます。お時間ありますときご覧くだされば嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。